やーやーやーどうも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 、いやー今日はねついに4000人達成ということで酒をやっていこうかなととりあえずビールとね、ケーキを買ってきたんでね、はい、こんな感じです。どうやー、ホールケーキなかったのね。おーめでたいぜー。とりあえず乾杯しよう。そうだね、飲みたいね。よし、わしはね、じゃん、札幌クラシック、クラシック北海道限定、通常限定、これめっちゃ限定だよね北海道あ、いいよ。はーい、おいーせーす、はい、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。うんうん、あーめっちゃうまいやー、さすが北海道限定ケーキもね、火つけよ。うん、変化、うん、じゃあ歌います。いいね、はい、おめでとう、はい、おめでとう、はい、おめでとう、クリスオールの、いや、わかんないイエーイ、ブルーベリー系、あー、なんか、うん、そうだね。で、マンゴーでしょ、うんうん、チョコいちごショートケーキで、これがガトーショコラで、これがね、実はレアチーズケーキ的な、うん、にょでかい、おー、うん、今日昼ご飯食べてないもんね、うん、もうこのためにね、お腹すかしてるからね。うん、あ、美味しいね、美味しい、うん、登録者さんが増えないと、うん、じゃあケーキを買えないので、本当さ、本当にそうだよ子供とかいたらなんかもっと、うん、お祝いが多い、ね、お祝いが多いけどさ、2人暮らしだから、ね、うん、うちのケーキはもう本当皆さんのあれにかかってるんで、うん、早くまた食べる機会が欲しいので、うん、あの登録してない人はぜひ回してくださいもっと登録者増えたらこういうことしたいよねみたいな話をしてたんだよね。グッズ作ったりとか配信、生配信とかも。で、今我が家で考えてたグッズ案がね、グラスなんだよねそう、酒飲むためのグラスなんかみんなとリアルタイムでなんか乾杯したいなギターのチャンネルなんかオリジナルのなんかビールジョッキとか、うん、いいね。あとあのグラスをなんか、まあ、コースターみたいなやつとかね、楽器系だったらまあ一番いいのはピックとか、うん、でもね、ピックって結構なんか自分使いやすいやつみんな使ってるから、あ、そっか、確かに無理強いしちゃいけないね、うん、そこは、うん、あとジョーさんならやっぱり黒 T シャツ、うん、まあ普通にわしが欲しいけどねしかもさ、あれでしょ、鶏の絵でしょ、うん、ね、これ皆さん知ってます、この T シャツ、何の T シャツかこれ、ここお腹のとこ見せて、稲葉サラスって書いてるでしょ、うん、これはビーズの稲葉さんとギタリストのサラスさんね、うん、スティービーサラスさんね、私めちゃくちゃ見たかったんだけどね、これ来日、そう、ライブね、なくなっちゃったかな、ね、コロナでね、すごい残念でね、うん、ね、これ以来なんかこう鶏の T シャツを買うのが趣味、うん、鶏ね、そう、ザンギが好きだからね唐揚げね、鳥類が好きっていうか、その鶏肉の料理が好きなんで、ね、私はね、私それこそ今日あげるコストコの動画、うん、あの私のチャンネルの上妻ラブで肉、ムンジルキロかなってあー、それ今日だっけ、うん、今日アップするからみんな見てみて、あー、いや、いいよね、やばいよ肉すぐなくなるから、いや、だってもう冷蔵庫あと何個かしかないから、ないね、そろそろ買いに行かないほんと、うちジョーさんが一晩で米とか食べるから、あ、小さいやつね、小さいやつって言ってもでもそれで入ってるからジョーさん昼食べないの、うん、あ、昔ね、なんかね、なんだっけ、なんかね、サーフィスト店かなんかで、しちゃんかね、ゴーヒロミさんがインタビューで、うん、なんか言ってたのね、夜しか食べませんみたいな、食しか食べませんか、なんかその方がいいんでしょ、うん、胃が休まって、麻酔はね、自分になんか合ってるなって思ったけど、あ、ガトーショコラはもらわなきゃダメだね、これはね、私食べたかったいやいや
美味しいね、うん、ケーキだってここにある以上にシュークリームとゼリーも買ったから、うん、いや美味しそうだからね結構美味しいんだよねジョーさん遠慮がないからね、遠慮っていうかなんていうんだろう、うん、もう普通はこれぐらいかなっていうそういうの上限がないからそれお酒もねめっちゃ買ったし、ラーメンもいっぱい買ったし、カップ麺紹介したらせっかくだから、せっかくだし、それこの前サブチャンネルで旭川行った時、ね、行ったのこのお店に、うん、美味しかったね、うん、結構ねやっぱカップ麺なんだけど結構再現度高くてこれうん美味しいね。えでもこれ北海道でしか買えないのかなやっぱり、ね、八谷のラーメンこれ見たことある人コメントに、がっつりマジモリ、まるちゃんと、うん、まあ、まるちゃんだったら間違いなく美味しいと思うんで、もしこの前さうちらの友達 の, あの美容師のね、ジョーさんと同世代の友達来て、なんか飲んでた時にラーメンどこのがいいとかカップ麺の話してたら、なんか2人ともまるちゃんのどこどこって言って、うんうん、まるちゃんにそんなこだわると思って、うん、北海道の人はまるちゃん推しなんだね、このラーメンの。いや多分世界的にまるちゃんが最強だと私は思うんだけどね。まるちゃんのってわざわざこう強調はしないと思うんだよねどこ製麺所のラーメンって言ってるようなもんじゃんそう、まるちゃんは美味しいじゃなくてまるちゃんが美味しい事実だからね。いや北海道の人がなんでまるちゃん美味しかっていうと焼きそば弁当の。ああ、いやもう本当に無敵だねあれね、まるちゃんのね。私日清で UFO さおかしい、スピードが UFO の CM 出てて、わしの時代ピンクレディーだからね、おー UFO は。そうか、食べたくなったら UFO ってやるねメニューにちゃんと音楽の話しててよかった今日ね、ノープランだと時々戻る、そこに最後、それは私に馴染みがある。じゃじゃん、だるまだるまさん、博多で有名だね、うん。福岡のラーメンってみんなその近所の推しがあったりさ、有名じゃないけど近所の推し店があったりさ、うん、ってことでうちはだからさ、こうやってジョーさんがビールでもラーメンでもケーキでもお菓子でも大量ストックするからいやなんかさ、セブンイレブンとかそれだけ持ってレジに行くの推し嫌なんだよね結構だからその時に買えるものを買おうみたいなのがあってうん、金はすごい出てるケーキ今日さ4000円分ぐらい買ったよコンビニで酒とかラーメン買って2000円ぐらい買ったし買いすぎかな、もしかしてあの買いすぎだと思う人もコメントに書いていや、そんなことないよね多分買いすぎでしょ、うん、なんかさ、10万人とか行ったらさ、うん、カップ麺プロデュースできたらいいラーメンのチャンネルでもないのにまさかのオリジナルラーメン、まさかオリジナルラーメンとか、うん、学級よりみんなラーメンの方がいいんでしょ。そうね、ラーメンの方がいいよね、うん、なんかいざという時に食料になるし、うん、命をつなぐものだから。え、これだったらさ、あれじゃない、防災グッズとか作った方がいい。ああ、いや、いいかもしれない。でも私は防災グッズちゃんと1年に1、2回さ整理して買うけど、調査グッズの安全ヘルメットとか。ああ、ヘルメットね、うん、なるほどね。美味しいケーキ、うん、ケーキさ、ケーキさ、安全登録の動画更新したのが1月末だったから、ちょうどまあ多分半年ぐらいでね。これはあの他にも聞いてみたチャンネルとかしてる人にも言いたいんだけど、うちも1年目とかって100人も行ってないでしょ、多分。うん、多分いないんじゃないかな、うん、めっちゃあの緩やかだったよね、うん、継続以外何もでもない、うん、何を飲んでるんでしょう、何しながらこの動画を見てるんだろう。酒を飲みながら見てるのか、うん、寝る前に見てるのか、ギターを弾きながら見てるまあいろいろだよね、うん、うんうん、恵比寿です。いつも思うんだけどさ、みんな何県に住んでるんだろう多分2月ぐらいだと思うんだけどさ、うん、コストコ行った時にさ、帰ってきたらコストコにいましたかってコメントが来ててさついにそういうとこまで来たかと思っていましたみたいなね、嬉しいよね、うん、人数がこう増えていくと認知されると、うん、ね、まあ、ジョーさん見間違えることほぼないと思うけど、うん、なんかそれを機に
私ちょっと外出るときは念入りに化粧しなきゃとか。どれにする？いやどうしよう、これ気になるよね、鮮やか色。うん、これいっちゃう？どうぞ。ねえ、うん、あ、めっちゃクリーミー。なんかね、昔あった出来事を言ってみたいなって思ってることがずっとあって、うん、ちっちゃい、わしがちっちゃい時、うん、父ちゃんの友達がね、うん、ギター持って遊びに来たのかな、家に。うん、あ、ギターだってわしが言って、うん、幼き頃のわしが何歳ぐらいのわしなの？年か3年かそこらへんの時、何でも好きなのに弾いてやるよって、そう言ってたので、じゃあウルトラマン弾いてよってわし言ったんだよね。したっけ、弾くじゃん、うん、弾き語るで、うん、アコースティックギター、うんうん、じゃーんじゃじゃーんじゃじゃんじゃじゃん、胸につけてるってやるんだけど、うん、私が、え、それウルトラマンじゃなくねって言って本当に違うの？いや、ウルトラマンなんだけど、うん、イントロってあるじゃん、うん、ダーンタタタタンタタタタっていうのがそれないじゃんと思ってしょうがないでしょそうなんだけど、それがもう絶対許せなくて、私ね、うん、曲のイメージって大事だよねっていう話。自分は曲のイメージを大事にしてますよってこと？そう、カバーソングとかやるのはいいんだけどね、原曲を作った人のその気持ちとかその形とか、うん、そういうのすげえあるからね、そういう思いを持ってやってるところがあるんで。5000人に向けて今後どうしていきたいですか？同世代の方がすごい多いんで、一緒に乾杯とかやるとかなんか一緒に楽しんでいくスタイルを言えたらいいなってすげえ思ってて、うん、いいね。そのためにはあれだね、参加者が5人しかいませんとかならないように。そう配信した時にねしか見ていなかったら寂しいよねでも配信ってさ難しいよね、うん、だって予定があるじゃん、うん、今ちょっとできるようにアイディアと知恵を蓄えていかないとなんだろう、フレットの足すり合わせとかやるんで、うん、配信するとか、うん、なんかそんなのあってもいいかなと思うんで、うん、なんかみんなと楽しくやっていければいいなと思ってますのでね。私もさ、最近ちょっとおたまマイクで歌ってみたんだけどさおたまマイクね、うん、いいと思うんだよね。いや、あれも私も悩んで、いやほら、歌ってさ、YouTube で歌う人はみんな上手だからさ、あ、上手に歌わなきゃって思って、去年とかはカラオケにも毎週行って練習したりとか、だんだんようやくそのジョーさんがそこ楽しく普通にやってよみたいなので、ようやくジョーさんがあのスナックで歌ってる感じよって言われてああ、それなら得意だってそう、スナックのお姉さんそれならできる、うん、うまく歌えないけど楽しくスナックで歌うそれならできると思って、そう、あの うまい歌聞きたい人は普通に検索して上手い人のところに見るわけだから、うん、だから、ね、うちはうまいことをしようとしてるんじゃなくて、おたまマイク持ってもうヒャッハッハッ楽しんで、一応シラフなんだけどねヒャッハッハッ楽しくしてるのを見て、あ、この音楽やっぱ楽しいよねっていうふうに思ってもらうチャンネル、ね、この人どうかしてるよねでもいいんだけど、ジョーさんにはうまいを求めていいけど、私にはうまいを求めない、ね、わしはアーティスト活動してるアーティストさんではないんで、もうトッププレイを見たい人はアーティストさんのプレイを見た方がいいと思う、うん、ちょっとね、そこは思ってるところがあって。じゃあ、ジョーさんは何者なの？なんだろうね酒飲む人みんなで乾杯したい人まさかのトップになる気はないの？5000人、6000人になってて、どんどん増えてて、うんうん、どんどんこう、欲望がまあそういうのはあるよね。みんなのニーズに合わせて活動で、うん、そうだね、そうだね。でも今はね、うん、今のこの時しかできない、うん、とりあえずそれ大事だよね、うん、まあ、最後すごいことできるとしたらウッドストックの舞台に立ってみたいな。私はウッドストックって何？なんかでっかい舞台。ウッドストックってしたら スヌーピーの黄色い鳥が出てきたまあ、ウッドストックフェスティバル、ニューヨーク州、うん、へえ。なんかそこに出てみたいよね。おお、40万人を集める野外コンサート、うん、楽しそうだね。なんか普通に見に行きたいよね。確かにね。クイーンの映画でさ、なんか、うん、彼の視点でステージから客席を見た
このクルーンっていうのがあって、うんうん、いやすげえかっこいいなと思って、ね、じゃあ死ぬまでに1回ぐらいは撮ってみて、うん、本当だね人事になる前に早めがいい、うん、ね、ということで、あのうちこのチャンネル以外もね、サブチャンネルは、ね、うん、Vlog の北海道暮らしのやつと私のおしゃべりしてるチャンネルとあるので、うん、いろいろあるからね、ね、概要欄とかからそっちも見てってください、うん、はい、サイサイ、よし、いいね、じゃあまた一緒に飲みましょう、ぽい、よし、ういーす、ういーす、お疲れー、お疲れー、じゃあまたねー。